木桜株式会社は、京都府京都市伏見区横王子に本社を置く、大手日本酒製造会社である。主として、清酒、木桜の製造販売を行うが、近年では、チビールの製造販売や、レストラン業の経営なども手がけている。コーポレートスローガンは、くつろぎ、潤い、輝く。社名の由来は、社長が木桜の花を好んだことから。漫画家、 清水昆が描くカッパを長期にわたり、マスコットとしており、カッパの歌等を数十年にわたって使用している。なお、カッパの歌の冒頭にあるシャックリも歌詞の一部だが、シャックリを歌詞と思っていない人も多い。また、カッパのイメージが現在でも大変強い。カッパのキャラクターが出演するコマーシャルに加え、1977年からは、 金印木桜の価格を1000円に設定。大衆手として全国にシェアを拡大していった。2006年9月30日までは、木桜酒造株式会社の社名であったが、製酒以外にも拡大の幅を広げるため、翌10月1日より、酒造を外した、現在の社名に変更された。合わせてこの時より、カッパの歌を使った CM の放映を再開した。 大塚製薬や日産自動車とともに、読売グループとのつながりが深く、読売新聞の第一面の2ベタ広告や、後楽園球場時代に、スポンサーとして協賛してから、その後1988年に開場した、東京ドームで、以後のスポンサー活動など、現在に至るまで長い関係が続いている。そんな中、 2007年10月11日から同年11月までの間、かつて野球界を揺るがせた空白の1日と呼ばれる江川事件の当事者同士である江川ると小林茂の両人が初共演した和解の酒 CM が放映された。醸造所は京都、伏見本社と兵庫県丹波にある東京都港区台場にあるメディアージュに出展した。 直営レストラン用に小さな醸造所を併設したが、2009年9月にレストランと共に閉鎖した。また、伊勢神宮の神田で1989年に発見されたコシヒカリの変種伊勢ヒカリを使用した製酒を限定生産している。丹波醸造所で作られる丹波の黒豆を用いた発泡酒は、 インターナショナルビアコンペティション2013で銅メダルを受賞している。2008年9月よりこれまで使用してきたくつろぎの一根から前述のくつろぎ、潤い、輝くにスローガンを変更している。副水蔵平成14酒造年29酒造年、木桜カッパカントリー、ドンについては2009年カッパのアニメを使用していた時期があった。 おかき桜の製品である、ドンの CM は最後に、木から桜からドン、の声で締められるが、探偵。ナイトスクープの2016年12月16日放送会において、とある夫婦の妻だけが、この、ドン、が、へえ、と聞こえるという謎の現象が取り上げられ、竹山探偵が調査を行ったところ、相談者夫婦の妻以外でわずか二人だけながら、へえ、 と聞こえる人間が現れ、木桜にも直接調査を行うが応対した、面々からは、発売以来一貫して、ドンですと返された。その後、東京都内の日本音響研究所において、問題の部分の分析を行った結果、正門の母音である、をだけでなく、A が含まれていることが判明し、この上で、A の音域を除いた、加工音を、 スピーカーから流すことで夫婦の妻は初めてドンとして聞こえることができた。そして西田局長らを交えたスタジオにて竹山探偵はドンの音の裏にいくつかの音が混ざっているから人によってはヘイと聞こえるとの結論を出した。なおこの時スタジオの観客にヘイと聞こえる人はと尋ねたところ数人の観客が手を挙げていた。ありがとうございます。